すげえ、今川軍4万本当に見つかったな秀吉。あんな大軍見つからんわけがねえ。よし行くぜ。待て、犬死にじゃ年家。俺は恩を返してんだ。おだけ恩出された俺をたった一人おじきだけが見捨てなかった。俺がここで討ち死にすりゃおじきは見ぬ目があったってことになる。死んでまったら柴田殿への恩返しはそれしか無能だろう。じゃが生きとったら他にやりようがある。やり方は多い方がええ。勝家、鬼柴田は五倍する今川とどう戦う？ただ目の前の敵を撃つのみ。何故？天下を背に時代を開くとはそういうこと。行くぞ時代へ。あ、永禄3年、今川義元は大軍を率いて駿河を発し上洛を目指した。その途上、尾張の織田領に侵入する。織田家の滅亡は必至、家中の将兵は皆そう思い果てる覚悟を決めていた。しかし織田家の重臣である柴田勝家は違った。何にも動ずることなく、ただ前だけを見据えていた。勝家は主織田信長より拝領した獲物を手に今川の大軍を迎え撃つのであった。地獄の道を開くは鬼の役目。第一は桶狭間の戦い。ただ突き進むのみぞ。斎藤家を滅ぼした信長は次に朝倉家を攻めた。しかし浅井家に裏切られ撤退を余儀なくする。復讐に燃える信長の反撃は苛烈を極めた。朝倉家はあえなく滅亡、浅井家もまた小谷城に追い詰められる。決戦を前にしてお市は愛する長政に離縁を告げられ、小谷に返された。そんなお市の姿に勝家は心を痛めていた。だが顔色一つ変えることなく己の与えられた任務に当たる。乱世は無常、黙して戦わん。第三は小谷城の戦い。ただ突き進むのみぞ。こたびの戦、苦労をかけてしまいました。なかれよ。長政は涙に値する陣。泣くべき時に泣かねば、泣くこともできぬ鬼となり果てまする。でもこの勝家、涙ごときにひるみませぬゆえ。天正10年6月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。天正10年6月、織田信長は明智光秀の謀反に遭い、天下を目前にして本能寺に消えた。その後継は光秀を倒し主君の仇を報じた羽柴秀吉と織田家重臣筆頭
柴田勝家との間で争われる。歩み寄りは図られ、秀吉の取りなしにより勝家は信長の妹お市と再婚する。しかし両陣営の確執は大きく、対決は避けられなくなった。決戦前、勝家は果てる覚悟を決め、妻お市を離縁し逃がした。そして秀吉を一人迎え撃つ。新しき時代を託すために。わしを阻むのはやはり猿か。第五は賤ヶ岳の戦い。この柴田を越えていけ。鬼の世など誰が望もう。泣いているのですか、勝家。この涙が泣くことを忘れた鬼ではない証。猿は言っていました。やり方は多い方が良いと。勝家のやり方だからなせることがきっとあるはず。